アムロ風実況、アムロ風実況、ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。本日は皆さんに、ご報告がございます。秘宝です。まず最初に謝らなくてはいけません。今現在、私エテポンゲはガンダム一期シリーズ、あの大人気企画ガンダム一期シリーズを、20分戦い抜いて一期で戦い抜くってやつで、戦い抜けなかった場合は売却するというあのシステムで、現在動画を投稿させていただいておるのですが、それがですね、今まで一応7期ほど、売却することになりまして、実は裏で買い戻ししていました。本当に申し訳ございませんでした。YouTube のみんなは許してくれるかもしれないけれども、ニコニコ動画のみんなは多分許してくれないと思う。はい、まず一つ謝罪でした。まあそれの続きの話なんですが、先日ちょっと汗が先日メンテナンスがありまして、7月4日かな、一応ですね、生放送等をやる際には買い戻ししているのがバレないように、一度売却してから始めるという形で今まで動画を撮っていたんですが、メンテナンス前に売却したまま買い戻しをするのを忘れてしまい、消えてしまいました。マジで全部消えた。ガンダムとかもうちょっと今ちょっとアムロ風とかちょっとそういうの無理なんでごめん。百式とかね、DJ とかビッグディアス、基本全部金図でフルマスしとったんだけども、全部消えた。まあ一応ちょっと北野とね、北野 FX と戦うってことになってたんだね、なってたんで、一応それに合わせてね、しっかり買い戻ししてガンダム金図3枚ね、フルマスしたやつおったから、それをね、使用して盛大に叩かれようと思ってたんですが、普通に売ってしまうという、普通に言ってしまいましたね。なんか有言実行しちゃったね。シンプルに有言実行する形になんか
なってしまいましたね、うん、最終的に結果的にね、結果的にねちゃんと売却することに なってしまいました、うん、これも全て北野FX のせいだわ、本当全部マジで北野 FX のが悪いんだと思うわ、全部ね、マジで。しゅまあてなわけでね、一応ガンダム対決っていうことになっていますので、ヒゲが、濃いな、ヒゲが濃いな、今日はガンダム対決になっとるんで、金図をちょっとまあ今頑張ったら、まあ、2枚程度はね、買えるんで、2枚と、まあ、銀図2枚で、北野との戦争は行こうと思います、うん、もしかしたらもうそのせいで負けるかもしれない、そのせいでね、本来なら本来なら確実に勝ってた、あのフルマス3機と銀図1枚のコンカス4で、うん、本来なら確実に勝ってた、うん、もう勝率、うん、勝つ確率で言ったらもう 98%、うん、まあ一応ね事故ってのもあるし、まあ、2% は、まあ、負けるかなっていう感じだったんだけど、うん、まあ決して言い訳とかじゃなくて、言い訳にはしたくないなっていうのはあるんだけど、まあ実際のところまあそうだなと思って、うん、だから北野も売らない？ガンダム、北野 FX もフェアリーさん、ここはフェアリー。同じ土俵に立つっていうか、うん、一回売ってから作り直してさやるみたいな、まあそれが本当の戦争なんじゃないかと思うよね、うん、まあ誰が悪いとかそんなんじゃないよ、うん、誰が悪いとかそんなんじゃないかもしれない、今回に限っては、うん、じゃ最初来たのが悪い、北野 FX が悪いって言ったけども、まあ正直、うん、まあ両方とも悪いかなっていうのはある。両方ともお互いにね。うん、だからまあここは痛み分けってことでね、うん。まあ言い訳にしたくないからね、でも。うん。言い訳にしたくないし。やっぱ、そこは正々堂々とやりたいし。うん。まあ負けた、もし負けたらまあまあそういうことなんだろうなっていうふうに。うん。なっちゃうかな、うん、負けたらね、万が一負けたら、まあそう、まあ負けたらまあ急ごしらえっていうかね、うん、急ごしらえなだけあって、やっぱ得手にはちょっとハンディキャップが乗っかってた部分もあるよねっていう風に見られても仕方ないかなってのはあるよね、正直ね、うん、まあそこはもう北野に任せるけど、うん、北野 FX の何なんていうの、北野 FX のさ、その男気っていうか、どうすん、まあまあまあ別に、まあ、まあ関係ないからね、まあ売る売らないっていうのは北野 FX にとっては関係ないことかもしれないけども、まあまあまあ、うん、ちょっとあるかもしれないね、ちょっとは、うん、まあ以上、まあそんな感じで、はい、まあ言ってはとりあえず今からフルマスじゃないメカチケのガンダムを揃えるんで、うん、別に北野FX が悪いとかそういうわけじゃないから、うん、
どうなんだろうねけど、実際のところやっぱ第三者の意見、第三者の意見も聞きたいよね正直。うん、何が悪いんだろうってちゃんと考えた時に、ちゃんと最終的に考えたら誰が悪いんかなって、うん、まあそこはちょっと判断してほしいなっていう部分があって、今回ちょっと動画撮らせていただきました。はい、まあそんな感じです。お疲れ様でした。